っていきまーす。意外とうまそうでしょ。新卒社会人からの質問です。スタミスさん、社会人になってからつながるってことなんですか？社会人、あな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 、社会人経験ないです。まあ、バイトまでだぞ。バイトまで。俺が答えられるのはバイトまで。なってない。なれない。なってないじゃない。なれない。社会人は。バイトの話だったらいくらでもできるわ。引っ越しのバイトやめとけってのはもうずっと言ってる俺は。地獄だぞ。俺がやった時は1日目、最初の1件目が埼玉行きますって言って、埼玉でトラックブーンってやって、お仕事結構親切に教えてくれるのかなと思ったら、これ持って、つって、冷蔵庫1個1人で持たされそうになって、できるはずないよ。すいません、俺冷蔵庫1人で持てないっす、つったら。もう持つんだよ、こうやって持つんだよ、とか言って1人で持ち出して。冷蔵庫で1人で持てんだ、と思って。で、そのなんか、じゃあ小物とかたくさん運んでね、つって。で、たくさん運ぶんだよ。で、運ぶとも、普通に運ぶんじゃなくて、やっぱり傷ついちゃいけないからさ、神経を使いながら運ぶんだよね。神経を使いながら運ぶの。もうそれでもうすげえ疲れるわけよ。ああ、一軒目終わった。二軒目、栃木行きますっていう、栃木行くわけ、そのままブーンつって。ね、栃木、はい、やりますよ。つって、栃木、はい、はい、また同じ作業もう一回やって。ああ、もう夕方になったし終わりか、つって。最後、茨城行きますって言われたの。その時に、電車で帰った。すんません。それはできませんって言って。帰った。おすすめはティッシュ配りだけど、ノルマとかなかったんだよね。人間観察にするのに面白いよ。お姉ちゃんは、笑顔で、どうぞーって言ったら、拾って、もらってくれんの。ねえ、サラリーマンとかもう、密売人みたいに、こう、なんか、すって渡すと、取ってくれんの。なんか、愛想とかいらないの。サラリーマンは密売人渡し、すって渡すのよ。で、おばあちゃんは、5枚くらい重ねて渡す。はい。あ、いいの？そういうの面白かった。この人は、こういうのだと取ってくれやすいんだ、みたいな。マジでなんていうの？その人の系統によって変えると、全然減りが変わってくんだわ。人間観察が面白かったね。来た。え、マジでいねえんだけど！知って、知ってるやつカネゴンしかいねえ。なんだこのサモリフ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。こんな違うの？闇に備えるのです。俺がバイトをするときに気をつけることを教えてあげよう、君たちに。バイトマジで10個ぐらいしてるからね。やめた方がいいの、トップ3が、あ、トップ2かな。深夜のネカフェ。俺はやめた方がいいと思った。接客もクソもないから、時間過ぎるのめっちゃ遅いし、本当に遅いよ。もう深夜なんて中の人変わんないからさ。朝になったらガラッと変わるんだけど、夜の間5時間ぐらいずっと暇なのよ。俺のところは本読んじゃダメだった。本読んでいいところは少ないと思う。読めない読めない。俺のところは読めなかった。全然。でね、ネットに、インターネットカフェってね、ちょっと治安の悪い安いとかだと、なんか長みたいのがいんの。俺のところは、もうなんか半年住んでるみたいな。おっさんがおって、店員さんとめちゃ仲良くてさ。その人が外から帰ってくると、ただいま、お帰りって言ってたもん。いい。ただいま、お帰り？あの人たちは何なんだろうな。金はあるんだろうけどさ、だからたくさんずっといるから。敵を倒しました。家庭教師やってる人多いよな。俺は手震えるからさ、あれはできなかったんだよ。飲食のホール。俺なんかお盆の上にさ、ジュースとか置いて、カラ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 って、もう、暴れてさ、運べねえからさ、カラ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 って、だって、無理だから、置くときとか。
なんかいくら先輩ずらしても、いやここはさ、こうやってなんだよ、俺はさ、人の周りを見てさ、とか言って。で、後輩に教えてるときさ、いざ運びに行こうと思ったら、お盆持ってカタカタカタって言ってた、あの先輩2年いるのにまだ緊張してるなっちゃうから。個人店は楽なイメージあったなぁ。あと、俺がやってた時期って、最低賃金クソ安かったから、今のバイトの値段聞くとびっくりする。渋谷のマックとかでやっと1100円とかだったもんな、俺の時。今すごいでしょ、バイトの値段って超高くね。味方が倒されました。いけ、フルト。敵を倒しました。敵を倒しました。あ、割れた。あと、おおろろろおろろろろろ、やっちゃった。己を変えるのです。あー、ウルトあんのかよ。それ、まあ助けねえといけねえな。助けらんねえ、波も来てる。フラッシュは、フラッシュ OK。 フラマイゼロに持ったぞ。あー、やった俺、ごめん。敵を倒しました。危ねえ。あぶねえ。危な。やったと思った。いや、あのね、フェイカーとかさ、なんか陰球中に別技あるじゃん。あれ麻痺ってるだけで特殊技能よ。このロルっていう、もうとんでもなくカロリーを食うゲームじゃん。他のゲーム陰気中にやってたら壊れるぜ。味方が倒されました。敵のダブルキル、アンストッパブル。まあ、ウルト早。ウルトそんな早いの。ああ。強いな、ボット組強いな、これ。味方のタワーが破壊されました。やばいな。敵を倒しました。私は始まりでも終わりでもあるんです。いや、ジリアン撃たれ、あーあー、渋っちゃったね。味方のタワーが破壊されました。ほっとうまくいかないな。ぞ、そんな。まずいなー、マジでやばいなこれ。ちょっとボット、いや、うわー、マジか。多いなーこれ。うわー、シールド上がっちゃったー。もったいね、マジかー。うえうえ、お前強っ。あなたのチャンピオンが、だからルシアン殺してるのでかくね。これ見っとれるぞ。ギョブにブルーもでかいな。味方がタワーを破壊しました。十分十分十分です。ナイスです。味方がタワーを破壊しました。タワー3本。こういうロールがしたかったんだよ。こういうのがやりたかったんだよ。
あれ食いたかったな。このビクター、ウルトマジで早いから嫌なんだよな。何度でも捧げます。いや、うめえな。そう。過ぎ去るし時代が懐かしいですね。素晴らしい。敵を倒しました。素晴らしきかな。敵を倒しました。うほっ、うほー、うひょー、はい、はい、あ、けけけ、故郷を見捨てはしません。やること全部した俺。あなたのジャンプは倒されました。いける。こん中いない、こん中いない。あー、 S 視界がでーい。それは敵が分かったな。ダブルキック。まあ、A、ウタルシアン。ゴッドライク。え、うわ、惜しいんだ。えい、アンストッパブル。敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。仲良くしようぜ。味方がインヒビターを破壊しました。味方のタワーが破壊されました。味方がインヒビターを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。ドミネーティング。ビクトリー。遅ったか。アニビアって足遅せんだな、こいつ。めっちゃ遅せえや。届かねえんかい。